とりあえずね、何と言ってみましょう。なんだろうね、次の魔法は。まあ、回復があるっつってたけど、回復まだ持ってないからね。ぜひとも早く欲しいです。何これ。さっきの王様。未知の陣。ほう、ボス戦か。まあ、セーブしたから大丈夫だな。さっきの王様だ。あぶよ、魔法陣来た。これジーン。あら、お、いい動き、いいサイドステップ、いい動きはしてるけど。すげえふわふわの当たり判定を食らってしまった。これは固めるか、固まるか、固まる。フルコン決めて 2% ってところちょっときついな。これレベルが足りないんじゃないかな。敵によってはこの魔法にも反応するやついるからね。楽しそうに走ってくる。すげえ、ダクソに出てきそう。つか魔法の先生が怪しくなってくるんだけど。結構隙だらけだよ。無理やな、チャンスがない。固めてから2回コンボ決めれるのは強すぎるね。うそ、嘘だぞそのダメージ。しかもスロー付き。え。サイドステップ。まあ、うん、この当たり判定、わらわら。飛び込んできそうだな。そのレベルでここまで戦えるのは、いろいろすごい。勝てなかないな。うん、勝てなかない。あの、MP 回復アイテムもまだ結構残ってるんで。さあ、とりあえず、パターンチェンジ。なんじゃそりゃ。飛べやね。くるくる回る。何その無駄ディレイ。うわお。ディレイをどうにかしないとね。離れられる方が。攻撃のチャンスがなさすぎる。固めるか、開示して。
ちょっと火力が少なすぎて MT が足りないけど、まあまあ MT はどうにかできると言われるとそうなんだけど、やっぱ凍らせないとろくに攻撃が、こいつは理不尽な動きしないからある意味一番弱く感じる。俺はね、単純にレベルが足りないっていう。接戦だな。まあ、まだいいや。まあまだいいや、もうちょっと手が待って先にあれ倒すか、周り倒そう。攻撃力が圧倒的に足りない、レベルが足りない。つまり、まあ、大体1上がるにつきね3ぐらい増えるんでね、レベルが多分10ほど低いから攻撃力が30ぐらい低いと思う。それ考えるとちょっときついね。守備力もね10は低いはずなんで、まああの魔法ちゃんと使ったら倒せるね、このレベルでも。さあということでね、ここが次の最終目的地なんで、周りのボスを先倒しに行こうかな。そうね、トロルスさん、今何屋だった？うん、もう。お、それなりに通るね。プラス当たり判定がガバガバ。同時だけ気をつければ頑張って、余裕そうだな。時攻めやめて、でも1しか食らってないのね。何に当たったか分かりません。わら、一応ね頭も弱点なんでね、頭狙うのも。お猿さんみたい、ゴリラみたい、わら。あ、いった、いった。やっぱ同時戦闘がちょっとしんどいね。逆に言うと同時じゃなければこいつは雑魚だね。あれ帰った。今何にやる？ここに枠はひどくない？100くらった。うわ、使わされた。嘘だろ、こんなに使わされたくないよ。いや、あ、暴れるのか。やはり氷状態はどのゲームでも強い。暴れるのかこいつ。向こうの当たり判定もガバガバですね。
としたら使いたくないね、うん、余計なことを考えず足の下で連打してたら勝てそうですよし、もう一回戦おう。これ勝っちゃいそうだ、やられねえと。復活アイテムは次のデーモンに残しておきたいんで、こんなんで使いたくない。ということで普通に股間の下あたりが良さそうですね。セルで急に犬が犬を倒そう。ワックハリーだ。終わったんじゃない？それは大丈夫だ。犬は途中から湧かなくなるのか。セル君。セル君、あのさ、効果ないときよくあるんだけど、足元でゴリ押しでいけるといいんですけど、それもきついんだよ。セル君あのサーなんだよね。マグマボールで頭狙い。めれそう。ちょっ当たり判定がおかしい。横に回避。よし、はあ、まあまあ復活アイテムを使わずに倒せたんで OK です。パチパチパチ、思ったより威力が高かった。パチ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 、魔法の力やったー。マジックミサイル、マジックアローレベル2って感じかな。パチパチパチ、お、追尾、よっしゃ
これであとマンティコアかデーモンか、うん、よし、とりあえずマンティコアさん、さあマジックミサイルで、はっ、あ、結構なダメージが入ってる。ダメージ入るんだな。お疲れ様です。しかもピヨルシ、これいけるかもね。強攻撃、あーうわー、アフラーク回復アイテム買い出してね。まあいいや、とりあえずパターン変わるまでひたすらこれでダメージ与えてみよう。回復アイテム買い出してないですね。しかし当たらない。ファイアボールの方が強いかな。いや、アフラック、わら、ダメですね。これ倒しきれるんじゃない？パターン入った。パターン入った。まだ MP 半分いってないんで。やめてー、かわされた。飛ばないんだ。勝てるな。まああの薬草なしで戦うのはアホらしいので死にましょう。一応回避して降りてくるので確認しとこうか。もし降りないんだったら、このままこれ当てるとか。降りるね。オッケーオッケー。序盤はこれで殴って、そしたら MP も消費できるし、いや、消費じゃない、うん、そうね。で、猫パンチになったらはめて、うん、勝ったな、よし。場所をね、チェックしておきましょう。マップ N、左上のとこだね。ということでね、倒しながら帰って、寝て、薬草買って、こいつぶっころ。とりあえずね、初めのニャンニャン噛みつきのタイミングはひたすら強攻撃をしてね、稼ぎましょう。
この噛みつき正面に来ないと殴れないんだよ。適当に殴ってると2と4のどっちかのひるみが当たって無理やり削れるんで、とりあえず序盤は横に回りながらひたすら強攻撃。猫さんテカテカやな、わら。まあ自分もテカテカだしね。いやん、結構食らうけど、まあまあまあ、あとははめる予定なんでね。とりあえず薬草は買えるんで、ローストチキンのようなつや。とりあえず序盤の猫パンチすらしてこないこの状態はなんとか強攻撃の連発で抜けたいところ。結構ね、刺されると痛いですよ。で、猫パンチになったらハメに。変わる瞬間が怖いんだよね。魔法回復アイテムはレアなんでね。そろそろ猫パンチに変わったっぽい。まだだ。よし、じゃあハメに行きますか。倒しきれんだろう。で、飛んだらガン逃げ。猫パンチやる前かわいいね。さあそろそろ半分飛ぶか。まだ着地したらまた猫パンチモードに入るんで、そしたらまだ薬草残ってる限りは。お、飛んだ飛んだ。モンハンで見たよね、このシーン。レウス。飛んだ。降りる。よし、降りた降りた。で、また多分、ああまだ猫パンチタイムだ。猫パンチタイムは魔法。ワールドツアーかな。さっきのトロルの動きもラージャンに似てたし。まあ参考にするぐらいは。足りるかな。まあまあMP 回復薬1個ぐらいは許容範囲だな。
つうかさ、頭が弱点なのにね、頭が先頭にあるって結構欠陥生物だよね。お、足りそうだね。やったか。よし、2000経験。まあ主人公の前転酒もモンハンみたいやし。オゲイ。おお。魔法かな。パチパチパチ。ですよね。やったー。そろそろ回復呪文。お、ヒーリング。やったね。回復の魔法で少量のヒットポイントを回復する。パチパチパチ。31から完全回復しました。888。20消費で完全回復。おめでとうございます。さあ、これは使えるのか。間違いなく使える。